姫は趣味ではないんだがね。だいぶしてるね。だいぶしてる。じゃあ、八重葉オリエンターいいと思うね。面倒なのと出くわしたな。あなたには犠牲になってもらいます。ファーストフローズリバイド片割りスラスター。あなたはあなたはあなたはダンサーここです。ダンサーですね。ご存じご存じご存じ舐めるのにここです。仲間くれて遅い。あなたはね投げ分ける。悟空が今風が前転。風がでゲージ使うが、ちょっと削って石が、もったいない。実況難しくない。ちょっと待って、ついていかない、ノミトが。シールドを耳にもつってちょっとコンボを2する。オーダーガードしてちょっと2を。おー、2Cがうまいが、あ、2Aが当たって、あと1回バックでコンボ来なくて、さあオーダーをガードして CS は取れて、あーっとこれは、あー避ける、あっキップがフリーして、うまいうまいもうダメだ。リバイン、リバイン、オーダーで有利取ってく。2B 暴れが取って、あっ CS はオリエ側。とりあえずコンボを締めて、まあちょっと状況良くないけど CS 優先。シールドガード取って、ちょっとアサルトが噛み合わずオーダーに当たって、シーケンキャンセルして投げは抜ける。中段でゲージ入ってちょっとワン出なくて B を取っちゃう。で安定してワンコンボゲージ入ってちょっと見にた。あーっと、残念しとったが、あーっと、早い、 6B を続く。で、CVO で、お、当たった。あーちょっとこれダウンしちゃったから、あーギリギリー。あーリバイン、リバイン、あー人確認がうまい。で、2C、リバインスラット。オーダー置いて後ろ回る。でちょっと2C側が攻め始めて、アサルト噛み合うが、2C側が暴れて、2がおっとまたヒット確認をちゃんとして3000ぐらい取れる。昇竜、あっと出なかった。中段通ったがちょっと目をしみつってちょっとグラグラして、ザンシー当たるが、ちょっとザンシーがちょっといろいろ噛み合ってるけど、その後は繋がんなくて、リバインスラスト、リバインスラスト、オーダー。おっとこれはシールド読み、あちょっとあと1回、あーちょっとよくわかんない感じになって、最後はめくり刃オリエの勝利ですね。はい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 。何が起こったとかわからなかったけど。はい、じゃあ次、モンタナさんのハイドと、ノムさん、ノムさんって呼んだ方が楽っていいんですけど、いいですか。ノムさんのゴルドでお願いします。あ、いやいやいや、なんかあの実況してるバルトさんが一番煽られてるという謎の現象が発生したようですが、さあ、これね、1回戦 A ブロック、え、実況オチでした、もう終わっちゃった。はい、じゃあ行きましょう、A ブロック第2試合は、モンタナさんは静岡の方だったよね。モンタナさんって、ね、モンタナさんって静岡の人だよね。今三重か、三重か、モンタナさんは三重の、ハイド使いの方ですね。で、ノムさんは、福井だったっけ、
福井の方だそうです。はい、のお二人の、まあ、遠征勢同士の対戦という形になっております。俺の力、見せてやる。さあ、じゃあ行きましょうか。これはいやいや、それはそれで面白いから。さあまず、シールドを投げで割っていくのはモンタナハイド。さあ、ゴシータリバースタチエで、固めていくのは、ノムサゴールドですが、先に先手を奪っていたのはモンタナハイド。投げは抜けるが、さあこれでお互い投げはしっかり抜けていく。ウニ力が高いですね。これで権利を使ってアサルトから固めていって、さあシーが当たって、あーそこもミスる。あーしかしここでアサルトダンシーが通って、で、あーここももう一回ミスって、でし、あーしっかりここは確定の、グリムリーパーをシーで入れていって、がしっかりちゃんとねリバースビートでちゃんとスキョ消してるんで、あー立ち合いが通るがその後は繋がらない。さあ FF は当たんないけど、さあどうなる、ダッシュシールからは区画班がなくって、さあしっかり、はいはい、ボビー確認から、うあとこれは EX グリームが当たらずに、うおーどうなるどうなる、さあこれは当た次当てたもん勝ちなんですが、うおーさあちゃんとバクステに引っかかる形で、なんだっけこれ、あのフリスビーオービタだ、オービタじゃあ 5C の空振りは、まあ、ガードさせてないとねリバースビートできないんで、さあここまで、ノムサンゴールドはまだ、アシミュレーションを一度も見せてないんですが、しっかりこれはコンボは、ああしっかりこれは攪拌で 3C 指導だが、あーとこれはなんか、エイムを挟もうとしたのかな、ドン対艦補正ですかね。さあここまで、まあ、体力的には、あ、わあ痛いやつ入った、はいはいはい、あーっとこれはこのまま締めて中段エイム僕だったらあれに当たって、あーゴール、おおはいはい、グラツムシからしっかり、はい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 、さあこの後の、さあしっかり固めていった、しかし三振、カウンターから、カウンターじゃなかったか今、ああゴーストロス、これで CVO まで決めることができるか、あー投げは抜けて、うん、おー勝ったのは、いろいろありました、勝ったのはモンタナハイド、はい、今最後チェイシフトで完全に試合決めましたね、素晴らしい試合でした。はい、ということで、じゃあ次 B ブロックいきます。ピロピーアカツキ対アクナナセ、グリムって書いてある、これあの、このこちらのアクさんも、あのあれですか、ノムさんのあのと一緒に来られた方ですか、じゃあ福井っていう感じです、あ、3人で、あの福井なんですか全員、あ、はい、ありがとうございます。今日はですね、福井から3人お越しいただいていまして、先ほどのゴルドーのノムさんと、今から試合をする七瀬疲れのアクさんですね、こちらの方も福井の方です。でそして今日ピロピーさんはキャラクターが、アカツキです。さあこれ新たな名古屋の伝説になるんじゃないかと思われる、そう、ある意味すごい伝説、何だって何だってさあ、おーおー無双よどんどんバルトリックが増えていきますね、バルトリック、あー空中投げが入る、さあこのピロピーアカツキのこの謎の空中投げのセンス、さあしかしそこからはしっかり、押し置きされて投げられる、これ減るんだよねこれ、おー B テックで暴れていく、さあしっかり立って、さあこれはチェーンシフトで消していって、さあこれ七瀬としてはかなり、まあ、得意な勝ちパターンになってる感じですね、ここからさあ、まあ、打てない、うん今 A ショルだよさあこれはしかしどっちも当たり方が良ければ、あー
あーこれは死んでない。さあどうなる。さあこれはちょっと、あー中段が当たる。さあ B 鉄鋼の最終段の中央の部分がヒットして、さあ1本目を奪ったのはピロピロカツキ。さあ今ねこれね次の試合をやるね、バルトベックエルドラムこと CA さんがですね、次の試合これとやりたくないんだけどって。さあそう言ってる間に今度はアクさんがしっかり画面端でコンボを入れていく。七瀬はねちょっと名古屋ではまあ使い手はいることは言うんですけど、ちょっとなかなかあのね、人が集まるタイミングでちょっとやれる人がそんなに多くないんで、そうですね、アトリ先生ちょっと今日はいらっしゃらないんで忙しい。そうですね、なんでまあなんか割とその名古屋のね、対戦の中で七瀬がこういう風に出てくるっていうのはなかなか最近はないんですけど、普通にねリップも120万ぐらいあると思うんだけど、うまいですね。このね七瀬のゴビーが本当強いよねマジで。さあうまくガードしていく。さあ B テックスを見せて、さあしゃがみ絵が下段なんです。はい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 、 B テックでしっかり締めて、さあもうここはダメージを取りに行く。神風を、さあ次に、そうですね、次に CS を取れることを計算しても、ああ B テックがこの当たり方。さあそしてまだ残るかな。ああ、まだゲージがないですね。さあこのね、あー投げが中央割って勝ったのはビロビアカツキ。あーお願いします。おーやりますな。はい、じゃあ次行きましょう。あいいよ、とりあえず線だけ引いといて、ありがとうね。はい、じゃあ次行きましょう。リコさんの炎とバルトベックエルトナムのエルトナム。さあこれで勝った方がこのピロピー暁と試合をしなければいけません。あの恐怖のあ、そうだね。